はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、こちら、じゃーん、天狗ブランドの、ビーフジャーキーの激辛というね、ものを、購入いたしまして、天狗のね、ビーフジャーキーというのがかなり有名なんですが、それの激辛味です。こちら値段が 80g で800円ぐらいですね。最強のコラボ。激辛として知られているブートジョロキア、レッドサビナハバネロペッパーを主原料として作られたサドンデスソースはただ辛いだけではなく、味わい深く、ビーフステーキジャーキーの味を一層引き立てます。もっと辛いのがお好みの方は、デスソースを直接かけてお召し上がりください。で、ここに激辛注意と書いてあります。心臓の弱い方は十分注意してお召し上がりください。また、お子様の手の届かない場所に保管してくださいと書いてあります。本品は厳選されたオセアニア産牛肉を使用し、醤油をベースにして味付けに、激辛のデスソースを加えたビーフジャーキーです。しっかりとした歯ごたえで、ビールなどのおつまみに最適です。で、こちらをですね、ホッピーで、まあ、いただこうと。これ、焼酎です。焼酎を、ちょっとね、4リッターの、なんだっけ。大抜擢ですね。それを、ちょっと、冷やしたものとなっております。さすがホッピージョッキよしと黒ホッピーでいただこうと。でさらに、最近購入しましたこちら男梅干し梅の、これなんだ男梅干し梅のこういうプラケースに入ったやつねも買いました。男梅干し梅美味しいんだよね。つまみにもいいし、お酒のね。それじゃあ早速開けていきましょう。ビビリ。とりあえず一杯。乾杯。さすがホッピーだぜ。お、じゃーん。それでは食べてみたいと思います。いただきます。あー、懐かしいこれ。あ、辛い。うん。あ。うん。うん。あら、このね、天狗ブランドのビーフジャーキーは、10年間ぐらい食ってなかったですね。高いから買わなかった。で、ふと、あ、そういえばこんなんあったな、みたいな。
うまいんだけどね。うん。うまい。うん。で、言うて、そんなに辛くもないけどね。うん。辛いんだけど、なんか、ちょうどいい。辛さとして、ちゃんとこう、なんかのつまみになるようなレベルの、辛さに抑えられてて、ぶっちゃけ激辛ではないですね。なんか、こう見た目で、ここに激辛って書いてるけど、ぶっちゃけ、ピリ辛ぐらい。全然辛くない。全然辛くない。ビールとか飲むときにね、本当に激辛なやつだと、辛すぎて、もうビール飲めなくなるんじゃない？刺激っていうか、炭酸系統は、舌に刺激が来るんで、辛いもん食ってるときって、本当に辛いもんって、食えなくなるね。マジで。なんですけど、これは全然いける。いけるレベルの辛さですね。まあでも高いね。まあでも、ビールのつまみには、これ以上ない最適だよね。天狗 80g で800円だから 10g の場合100円だぞ。高すぎるべ。美味しい美味しい。ちょっといい感じのこの厚めでこうちょっと分厚い感じ。ほんとこれ、懐かしいな。10年ぶりぐらいに食う、これ。天狗のビーフジャーキー。俺が確か社会人になって、すぐぐらいだったかな。にね、ふと、あそこ行ったんですよ。ドン・キホーテ。そしてこれが売ってて、何これって怪しいの。天狗のさ、マークのさ、怪しさ満点よ。でも、なんか食ったんです。買ったんですよ。買って食ったら、うめえみたいな。ただうめえんだけど、高えんだよ。マジで。100g、1000円ぐらいするか。クソ高くてさ。それ以降、手が出せないっていうね。やっぱビーフジャーキーうまいな。うまい。ビーフジャーキーもうまいけど、サラミとかもうまいよね。サラミね。これに似た味の、サラミ。
あ、でも。食うごとにだんだん辛くなってきたな。あ、結構辛いかもしれない。うん。食い進めるごとにだんだん辛くなってくるな。うん。あ、辛い。あ、辛くなってきた。うん。うん。でもちょうどいいですね。まあ、高いもはあれとしても、まあ、四つ星ぐらいかな。うん。ご視聴ありがとうございました。